自主回収を始めたのは、旭川で菓子店を経営するロバ菓子つかさです。ロバ菓子つかさによりますと、丘の上の菓子工房、ザ・サンクロードで売った4つの菓子に小林製薬の紅麹が使われていて、販売を中止しているということです。ロバ菓子つかさは、お手元にお買い上げいただいた商品がございましたら、お召し上がりにならず、最寄りの直営店までお持ちいただくか、 お問い合わせくださいますようお願い申し上げますと呼びかけていますまた札幌市内の食品会社一社が小林製薬から紅麹を直接買っていたとして小林製薬の本社がある大阪市保健所から札幌市保健所に調査依頼がありました今後札幌市保健所が確認を進めるとみられます自主回収するのは手稲くんクッキーやえなマルちゃんクッキーなど7種類です 札幌市によりますと、札幌市手稲区の手稲桜館や、商品の取り扱いのあった大通り日産町目の元気ショップで店頭回収を行っています道内では、旭川市の菓子店で、小林製薬の紅麹が使われていたとして、一部の商品を自主回収するなど影響が広がっています。鈴木直道知事は、会見で、 道内でこれまでに28件の相談が寄せられていることを明らかにしました自主回収を始めたのは菓子やパンの原材料を扱う金丸風紀堂の旭川本社と函館店です旭川本社では小林製薬から仕入れた紅麹原料5キロを去年7月、旭川近郊の菓子店に販売 すでに400グラムがパンの着色料として使われていて残りの4.6キロを回収したということです小林製薬さんで返すんですけどもあのちょっと待ってくれしじまち、あ、なんですよとりあえず早くその原因をはっきりさせていただいて何がダメで何が安全なるかというのは明確にしてほしいなと思いますまた岩見沢市の菓子店では洋生菓子月夜のエクレール美梅ハスカップに 対象の紅麹パウダーが使われていることが分かり、ホームページで購入客に返金対応などを呼びかけています。厚労省は昨日、小林製薬から紅麹原料の供給があった173社を公表し、過去3年で健康被害の報告があった製品がないか調べ、来月5日までの報告を求めています。 はい、これまでに小林製薬から原料の供給を受け、自主回収をしているのはこちらです、まとめましたえまずは旭川の菓子店、ロバカシツカサです、4つの菓子、さらにはサンセリテ札幌でもこのサプリメントが、そしてテイネ桜館では7つの菓子、パティスリーそらかでも1つの商品、そして金丸風紀堂でも原料が自主回収されています。 これら心当たりある方は店頭に持っていくかお店に連絡してくださいでは改めて小林製薬の紅コジサプリに関する相談窓口はこちらです通信販売で購入された方ドラッグストアなど店頭で購入された方それぞれ連絡先が違います午前9時から午後5時までの相談窓口です4月末までは土日祝日も対応しているということでした えまた厚労省も新たにコールセンターを設置することになりましたのでこちらは午前9時から午後9時までご連絡くださいまだまだ影響が広がりそうです自主回収しているのは円軽町で豆や味噌の販売を手掛ける紅や長谷川商店です製造したプレミアム味噌の紅大豆と紅麹味噌に小林製薬から仕入れた紅麹原料を使っていることがわかりホームページで自主回収を呼びかけています 1>, 1月から今月27日までに70個が販売サイトや首都圏のイベントで販売されたということです。厚生労働省のまとめでは、道内では札幌や朝日川などの6社が自主回収を呼びかけていて、コールセンターを設置して週末も午前9時から午後9時まで対応しています。民間の調査会社、帝国データバンクが、 厚労省が紅麹が原料となる製品の自主点検を要請した道内6社を含む全国の延べ225社と取引のある企業について調べましたその結果道内では直接取引のあるおよそ180社を含めおよそ1500社が紅麹を原料とした製品の製造や販売加工などに関わった可能性があることが分かりました 紅麹の成分を含む健康食品をめぐっては、これまでに接種した5人が死亡していて、道内でも4人が体の痛みや腎機能の低下など、健康被害が疑われています道によりますと、小林製薬の紅麹の成分を含むサプリメントを接種し、新たに健康被害が疑われるのは、札幌市で6人、函館市で1人、道内で4人の合わせて11人です。 尿の異常や体の痛み、倦怠感などの症状で全員が通院していますが、解放に向かっているということです。これで道内で健康被害の疑いがある人は21人となりました。どれだけあの食べられているかもわからないですし、今後これが拡大するかどうかっていうのは、ちょっとなかなか判断は難しいと思うんですが。 道内で製品の自主回収はきのうまでに7件保健所への相談は123件に上っています新たに健康被害の疑いが確認されたのは50代から60代の女性4人でそのうち胆振地方の60代の女性が一時入院し札幌市と函館市の60代の女性が医療機関を受診していますいずれも尿の異常や体の痛み 倦怠感、人機能の低下などを訴えています道によりますと4人は小林製薬の紅麹の成分を含むサプリメントを飲んでいましたこれで道内で健康被害の疑いがある人は35人となり保健所への相談件数は163件に上っています小林製薬の紅麹を含んだサプリメントをめぐる健康被害 接種後に死亡した疑いがあるのは、札幌市に住む一人と、札幌以外で道内に住む二人の合わせて三人です。本社がある大阪市から情報提供があり判明し、いずれも性別や年齢などは調査中として明らかにしていません。これまで道内で健康被害の疑いがある人は117人で、相談件数は239件に上ります。 小林製薬の紅麹を含んだサプリメントによる健康被害摂取後に死亡した疑いがあるのは札幌市に住む1人と札幌以外の道内に住む2人の合わせて3人です小林製薬の本社がある大阪市からの情報提供で判明しました道と札幌市は性別や年齢などは調査中として明らかにしていません道内で紅麹で死亡した疑いが発表されるのは これが初めてです。数字がこの数字だけなのかどうかっていうのは、あの今、調査をしておりますし、因果関係等についても、今後、いろいろ明らかになってくるものだというふうに思っております。これまで道内で健康被害の疑いがある人は117人、相談件数は239件に上っています。 死亡の疑いのある三人はこの中には含まれていません。大阪市ではベニコウジとの関連が疑われる全国の事例についてまだ調査中のものもあるということで、道内での被害が拡大する可能性もあります。はい、このベニコウジをめぐる問題なかなか被害の全体像というものが見えてこないですよね。そうですね。これまで報告されているその被害件数ですが。 こちら今月4日時点では道内では117件でしたしかし今回新たに3人亡くなってしまった可能性があるというふうに発表されたんですその内訳が札幌市で1人札幌以外は今道内で2人合わせて3人ということでしたではこれだけ発表が遅れたのはなぜなのかその情報の伝達の経路を見てみますと実は小林製薬 厚労省からその死者の問い合わせというものがあったんですが6月13日までは公表していませんでした厚労省からの問い合わせがあってようやく亡くなったと疑われる方が93人いるというふうに大阪市の方に報告したんですそこから大阪市は各自治体に報告をしました7月の1日に道にそして7月の4日頃札幌市にようやく報告されまして今回 新たに三人の疑いがあるということが発表されたんですまだ全体像が見えていません今後、道内での被害が拡大する可能性もあります被害全体の把握が急がれます